Yokosawa, YouTuber from Tokyo. はい、どうも、世界のお子さんチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ヨコタです。ヒロキ、メイクセンス。というわけで、久しぶりにこうやってテーブルを2人でこう向かい合ってますけども、これは何をするんでしょう。横澤チャンネル、はい、恒例行事といえば、はい、この幾度となく戦ってきた、はい、この横澤とヒロキのヘッズアップじゃないですか。いや、恒例行事ですね、もはやね、はい、これね、まあ、このルーツ大阪が今回オープンするということで、うん、この動画が上がる日程がですね8月18日なんですけども、はい、明日8月19日にルーツ大阪がめでたくオープンします。すごい、めちゃくちゃいいタイミングの動画だじゃん。まあ、今回ね、横澤さんが WSOP でメインイベント日本人惜しくも2位になってしまいましたね。言い方だ。まあ、今年は1位だったけど、まあ、歴史上2位ですね。確かに。その上にいた1位というのが言うとしたら僕言うとしたら僕じゃないね。まあ、ここにその歴代記録1位2位がいるっていう状況ができたわけです。そうですね。今回はこの WSOP の第1位2位の名誉をかけて、プライドですね。そう、プライドと名誉をかけて戦おうと思います。でもさ、なんかまあプライドをかけてももちろんいいんだけど、今まで結構さ人生レベルのものかけてきてやったわけじゃない、うん、ペナルティーというかやっぱ必要じゃない。なるほど。だし、すごい今回の WSOP の45位を経て、すごいやっぱたくさんの人に応援してもらってるなっていう感謝の気持ちが超あって、うん、見てくれてる人になんか還元したいという気持ちがあるんですよ。なるほど。ルーツ大阪オープンするわけじゃん、はい、もしヒロキが負けたら、うん、横澤チャンネルの視聴者をご招待しよう。ご招待。ああ、いいでしょう。まあまあまあいいでしょう。1人ね、1人ね。100人でしょ、ここは。100人。100人か。100人無料招待、無料招待。確かにこの動画見てくれてる人にやっぱルーツ来てみてほしいから。いや、いいですよ。やったー、すごい。じゃあ横澤さんには横澤チップ。あ、ありますね。はい、じゃああのチップをじゃあ100人に多くない100人はちょっと。え、俺100でしょ。100でしょ。あ、そうだけどさ、まあまあいいですよ、別に。まあ負けないし、どうせいいですよ。いや、勝ちたいな。まあ、じゃあルーツへの招待もしくは横澤チップの100名、どっちか100名に。それでいこう。それは動画の最後にじゃあ、はい、負けた方が皆さんにプレゼントする。プレゼントするということで、ちょっとさっきから気になってるんですけど、チラチラなんか見えてる人たちがいるんですよね。あ、はい、今回はですね、はい、なんと今までのヘッドアップと違いまして、はい、ジェフとソータが僕らの反動を観戦してくれています。すごい、ライブビューイング。ライブビューイング。じゃあ2人のリアクションで分かっちゃう時あるかもしれないから。静かに静かに声出ないようにね。すごい、じゃあ初の試みですね。しかも撮影場所はルーツ大阪で、こんな大きなところで。いいんですか、毎回これによって。やっぱポーカーの神様を降臨させてるみたいなところが。確かに、儀式ね。儀式なの、これは。じゃあポーカーの神様降ろしましょう、今日も。はい、と、日本一のディーラーお願いします。いつもお世話になっております、ありがとうございます。まあ、僕ら今回 WSOP の称号をかけて戦うわけですから、うん、まあ、WSOP にちなんでですね、はい、WSOP ヘッズアップトーナメントの1回戦のストラクチャーで戦おうと思っています。よし、やりましょうか。やりましょう。 WSOP 歴代1位と歴代2位、負けないから。タオス、ベッツ、ギャンボー。
1ハンド目から何してくれんのよ。ファーストハンド勝ったぞ。見せろ。やだ。なんだと。いやいや、怖っ。ソータとジェフはどっちを応援してくれてんだろう。さっきジェフとちょっと話したんですけど、その話、うん、やっぱマサトに勝ってほしいっていうこと言ってました。ジェフは、ジェフはね、うん、僕はどっちも勝ってほしいです。どっちも勝ってほしい。それだけは絶対に怒らないのよ。どっちも勝つだけは。それだけ唯一絶対怒らない。何を言ってるのあなたは。いける気がしねえな。やったやったやった。これで一勝一敗か。いや、そういうゲームじゃないかな。一勝一敗とか。 Jeff, would you call that hand? Both? Yeah. Ah, you're better than me. Jeff, would you call that hand? なんでそんなうまいの？なんでそんなうまいの？サプライズだった。ベットされたくないときにベットされるんだけど絶対に。やだねそれね。やだよ。プレッシャー感じるね。あー勝てない。珍しくブラフした時に。
覚醒横澤と戦ってるな今。マジで勝てない、やばい。もう 50BB なくなってんじゃん。やばいって。これは圧倒的な実力差を感じる。後ろ8万ぐらい、9万7千円だね全部で。俺なんでやねん、なんでやねん、やばい。まあでもね、これ実はね、ホールイン来たら降りようって決めてこのベッドしてるんだよね。ここだけの話。だから降ります。ナイス。ナイスすぎるぜ。勝っちゃいそうだな。今回は楽ちんに。皆さんこの人に勝てないです。多分誰も。今日本で一番強い、今日本で一番強いです絶対に。絶対に強い。ジェフ、I'm gonna win. You're marking cards. That's all. Really? So suspicious. No.
ナッツ。やったー、ラッキー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 。引いてんじゃないよ、気持ちいい、引いてんじゃないよ、気持ちいい、まんまトレイズさせたのになった、くそ、まあ勝ったからね。なるほどね。ちょっとカウントお願いしてもいいですか。なるほどね。バイバイ。ああ、苦しい。でけえ今のポット。復活だ。復活されちゃったな。マジでそのまま終わるかと思った。ねえ。倒す。倒し返す。なるほどね。真似しないでもらっていい、その立つやつ。でっかいでっかい。ゴール。くそ。落とせねえ。さすがにね。おい、強えよ。めちゃくちゃ復活したんじゃないこれ。確かにほぼ復活したかもね。そう、よし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 、 50BB でやりたかった、イエーイ。そう、すげえ、ちょうどほぼイーブンぐらいだね。だから多分1600勝ってる今。マジ、うん、1BB 勝ち。そんなに、うん、5000。
強っ。まあ横澤が2年で強くなったように、うん、俺もこの2年で横澤にたくさん教わったから。確かにね、横澤は敵を育てちゃったわけだよ。確かに、まあ、かなりヒロキにはポーカーを教えた気がするなこの2年ね。いやめっちゃ教わった。これで逆転か。逆転されたね。マジ参っちゃうよ。そりゃないぜ。無理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 です。じゃあ早く降りなさいよ。ねえ本当に何なの本当に。なんだ今の。なんだろうね、全然分かんなかったな。神様、力を貸してくれ。やべえ、よっしゃ、やばい、やばい、よし、ついに来た。17、8パー。ああ、頼む。2来い、2。ダイヤ、よしよしよし。いや、クイーン、クイーン、ちょっと待って、クイーンでちょっとじゃない。やばい、今安心した俺。よしよし、クイーン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 、ノー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 クイーン、ノークイーン、ノークイーン、ノークイーン、クイーン、イエーイ、ブー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 、やったやったやった。メイクセンス、こっちにもやったかあった。メイクセンス、ピョン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 。Masato, you know there was no seven deuce bounty, right? Oh, I saw the deuce seven bounty. Yeah, no, no, no. トーナメントだよ。トーナメだよ。ないよ。よしよしよし。オールインさせたぜ。まだいける。全然俺の方がスタック持ってるはずなのに、なんかあのスタックがでかく感じるんだけど。何これ。なんかかっこいいな、それバトル漫画みたいな。え？待って、何？え？演出入ってる、演出。マジ？
マジ？よろしくお願いします。めっちゃいい勝負や。レッツゴー、レッツゴー、エース。ウィンクインジャック OK、 ロイヤルストレートフラッシュ OK、 キング OK、 よっしゃー、よし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 、あークイーン OK、 ジャック OK、 テン OK、 正面にアウト OK、 下下下下、2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,93,
着点、クイーン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 着点、さてさて、横澤さん、あ、ごめん、45位さんジェフ、カモンカモンカモン、こいつを倒してからが本番だ行けジェフいや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 、倒したからダメ、倒したから、蘇生とかないからないかということで、横澤さん、はい、負けましたので、はい、自腹で横澤チップセット、視聴者様に100名様にプレゼントです。多いよ、100はやったね、みんな100個やばいよ。おざます、配送料もかかるしさこれでさ、2勝2敗か、2勝2敗だよね、多分これ2勝2敗、すげえ。いや俺も追いつかれてんじゃん。いやでもね、マジ戦ってて本当にね、勝てる気しなかった。正直運良かったです、僕めちゃくちゃでもなんか、いつまで立てんのお前おい、スタンダー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 ス、 WSOP でさ、うん、すごい勝ち進んだわけじゃないですか、うん、なんかそれこそ出る杭を打たれた感じですなるほど、いい意味で一回足腰固めてね、そう、次の旅から第3章が始まるということで、はい、そうなんですよね、 EPT バルセロナ、うん、旅立つんですけども、まあいい修行になりました、僕にとっても。勝ったけど、でもなんかマジでいい勝負だったし、まあ楽しかったね、楽しかったね、長い戦いだったな。というわけで、まあ僕もチッププレゼントしたいと思いますので、応募期間はですね、じゃあ8月末までにしましょうか、うん、8月末までの間に、応募していただいた方の中から抽選で100名様に、発送させていただきます。皆さんぜひご応募いただきたいと思います。いやー、ということでポーカー楽しかったですね。楽しかった、本当にマジで、はい、この動画をポーカー分かんなくて見てた人もたくさんいると思うんですけど、今ここポーカーしてるこの場所がルーツ大阪なんですけど、明日この動画が上がった次の明日 になんとグランドオープンということで、ちょっとポーカーやってみたいなと思った方はね、ぜひルーツまでお越しいただければなと思います。予約の方がですね、現在すでに受付中ということで、はい、24日以降の予約がオープンしてます。渋谷の時もあったんですけど、すごい予約いただくんですね最初なので、もし満員になってたら、申し訳ないですなんですけど、次の予約開放がまたどん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 来るので、予約をしていただければと思います。で、予約開放のタイミングは、ルーツ公式 SNS の方で、確認できますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ルーツめちゃくちゃ遊びに行くと思うので、ルーツでお会いしましょう。そうだね、この悔しさはあなたを倒すことで晴らそうと思ってます今僕は。ルーツで視聴者の皆さんを倒してとばっちりや、はい、悔しい、そう、よっしゃー、勝ったー。